バレンティーナ・モネッタは、サンマリノの歌手である。2008年、ユーロビジョンソングコンテストのサンマリノ代表選考に、楽曲、セロンチセイツで挑んだものの代表の座を得ることは、できなかった。2012年3月14日、サンマリノ RTV は、同年5月に、アゼルバイジャンバクーで開催される、ユーロビジョンソングコンテスト2012の、サンマリノ代表にモネタの楽曲、FacebookR。 王う、王を選出したことを発表した。しかし、欧州放送連合は、直後の3月18日に、題名や歌詞で Facebook に言及する、この楽曲が、商業的メッセージを含むものであり、ユーロビジョンソングコンテストのルール1.2に G に反すると判定した。サンマリノは3月23日までに、新たな楽曲をエントリーするか、もしくは歌詞を変更するよう求められた。 この結果、3月22日に3割の RTV は楽曲の歌詞を変更し、題名をザ・ソーシャルネットワーク・ソングと改めたことを発表した。新しい歌詞は以前のものとほとんど同じであるが、Facebook への直接的言及を避けたものとなった。2012年5月に幕府で開催されたユーロビジョン・ソング・コンテスト2012本戦では、準決勝で敗れて、 決勝に進むことはできなかった。しかし、ユーロビジョンソングコンテストにおいて、準決勝で14位という順位は、サンマリノ史上最も高い順位であった。2013年1月30日、サンマリノは、ユーロビジョンソングコンテスト2013の代表として、再び、モネッタを選出し、クライセライドが代表曲となったことを発表した。この楽曲は、作曲が、ラルフ・シーゲル、 作詞がマウロバレストリによるものである。ありがとうございます。